車が通ってる時に、はい、とか、あいごきよとかをちょっと言ってくれた時に、ホールってなる。あいごペブルだ。くふきひ。もせ。もせよぶ。あにゃんせよ。クッキーカブレクックリカミだ。김경식입니다。まあ久しぶりクッキーとかを撮りますよ。最近ちょっとドラマとかが多かったから。でも短期じゃないよ。うん。今も覚える韓国語あります？백마탄한지아닌토끼。シャンノムセキシャンノムセキペンマタンファンジャニン今アティたちが3年ぐらい付き合ってと一緒に住みますじゃん、うん、マンネリ化というか長く付き合ってたらもうちょっとうざいなとか思う。それでも私たちがドキドキすること、うん、ここぐらいずつベチベチと考えたね、うんうん、2020年の君よしとクリコのお互いにドキドキするポイントは、うん、こちらです。毎夜私が考えるクリコにドキドキするポイントで、うんうん、私が遅く寝るじゃん、携帯電話とかしながら遅く寝るじゃん、うん、途中にクリコを見たらめっちゃ器用よ本当。こんなクリコ、クッキーするクリコを見たら寝るとき人間だからね。근데뭔가そんなクリコ見たら되게귀엽다って思ってチューとかするの、チューをするの。チューしたらクリコが寝る途中にめっちゃ笑うの。笑って、もう私にめっちゃほぐしますや。寝る途中に。で、それ見たら、わあ、本当、こんな小さいものでも、クリコがまだ私を정말愛しますご。愛を感じするクリコを見たら、私もちゃん、あ、ちっちゃ、ドキドキなと。私も話そうとしてたのは、私にしか見せない姿を見せるとき。なるほど。なんか、今のパンティみたいね。この下パンツ。例えばさ、あのもちろんなんか最初に会った時ってデートとかもスーツがパンパンパンみたいな感じだけど、もう頭も爆発してて、爆発って爆発って、あのほらなんだっけ、ハイキッのオープニングみたいにさしててさ、それでさパンツだけでさ、あこれ私にしか見えないんだラッキーって思う。かっこいいなとか、いつも優しいから甘えたいなよりもなんか母性みたいなのがすごい、母性、オーマーの気持ち。あーなるほど。だらしないところというか、一人で何もできないところとか、特に外国人だからそうだけど、炊飯器のボタンを間違ってたりとか、お風呂のお湯とかのスイッチの場所がわからないとかの時に、クリコクリコっていう時に、なんか気温ねって思う、すごい。あでこれ私も書きましたことって本当、えここに本当日本語が上手だから、私ができないとき、私を助けるとき、うん、日本語が上手だから、私何人だよ隣人かなと思うけどちょっと区役所とか行くときとか、それかあれまたビザ延長するとき、めっちゃ難しい、そんなときもクリコ全部助けるし、確かに隣人のは違うなって韓国人新しい韓国語を勉強したとき、はい、今私たちが日本に住むから、うん、クリコが韓国語をするより私が日本語するが多いになったじゃん、うん、もちろん周りが全部日本だから、あ、まさイエーとか話したら、うん、あ、よくどうもまだどうも気温が、うん、もう秋が勉強したみたいに、うん、もちろんたまに悪口とかももうこの前みたいに、あそんなことはジョンナウッキだこれネイティブスピーカーで話して、あ、クリコもそんな、私ジョンナウッキだね、ワンジョンウッキだと同じだと思った、うん、同じジョンじゃん、別に外国人が知らないにか、クリコも逆にそんな時あるの、私に急にうんことか言ったりするじゃん、それはただのクレヨンじゃん5歳今まで私が勉強した言葉で可愛いなと思ったことあります、ね、私の会社の電話の真似するとき、日本人って興味が強くなるときってすーめっちゃ伸ばすんですよ。真似してもいい？うん。じゃあでそれでそれで。お疲れ様ですー。本当。日本の会社にそうだよ。あ、本当すーがどうなの？それをマジでコピーしてきたときに、こんな丁寧な言葉すぐコピーしてるのすげー。それねクリコがスイス行くときめっちゃ難しいね。どこ行きますか？スー。クリコも私コピーして見て、アイゴペオパ、えーい、アイゴペブロだアイゴペブロだ私に자기도와주세요って言った時、뭔가ここは特に日本だし、私よりクリコができることも多いんで、サラ助けてとか、まあ怖いから、자기これ本当、어떻게
とかある時、あの頼る時だ。なんかあいうどうもまだクリコも赤ちゃんだなって思いません。いや、え？もうおいはタイミング最高だ最高。ありがとうございます。なんか思うのが確かにもうジャニー。一つした、はあ、一つした確かに私ももともとの性格が自分で何でもできるぜっていうタイプだから、うん、なんか一人で生きていけそうとか言われるんだけど、うん、やっぱり思い切って甘えてみたら可愛く見えたりするのかなって思うから、これも私も可愛いって言われるように私も努力しないといけないね。うーん、なんかよく私とチャギの関係としては、うん、ヘイサムギョプサルとか、うん、そんな感じだけど、ね、めちゃくちゃたまに夜じゃみたいにされた時にドキッて。もう毎日夜じゃみたいにするじゃないの。違う違う違う、何もあるよ、ある。違う、だいたいいつも小学校2年生ぐらいのふざけ方。うんかそうなんだけど、車が通ってる時にはいとか、あの、まあ、それはいつもしてくれるけど、そんな愛を起用とかをちょっと言ってくれた時にホールってなる。花だってたまに可愛いですねとか言われたらめっちゃ綺麗に咲くじゃん。じゃあさ、ヨジャだってさ、サムギョプサル、サムギョプサルって言ってマジでサムギョプサルになるよ。マジでサムギョプサルになったね。本当に。じゃあ、チャギが。可愛いな。本当なんか そんなのたまに言われたら本当に綺麗になるよ、よじゃない。でもいつもは大丈夫、いつもは大丈夫。もうどっち？私が痛い時、私をめっちゃ心配してくれた。あ、病気とかの時？うん、家の近くに病院に行ったら、あ、今コロナのためなんか一緒に行きたいとはダメですよ、外で待ってくださいってして、本当めっちゃで心配してたじゃん。うん、1回に薬がめんどくさいから、明日飲みますやじったら薬持ってきて、じゃあ飲んでねとかはしてくれたし。外国の病院って一番怖いじゃん。怖いね。自分はさ、痛いのがすごいが分かるから、どれぐらい痛いか分かるから我慢もできるけど、チャギがどれぐらい痛いのかが分かんないから心配でしょうがないよね。痛い、ほう。でもクリコが心配してくれるからもっと痛くなる。もう、あ、なんかそう、知ってます、子供、赤ちゃんの泣くと似てる。なんか朝起きたら、あー起きたらクリコ、ちゃん痛いのって知ってから、あー痛いなーって韓国にいる家族とか友達とかに私の話をしてるのを聞いた時、私を重要なトピックスとして話してくれてるのを聞いたりとか、なんか帰ったらクリコとここに行こうっていうのを当たり前に話してくれてるのを聞いて、ほら、今度の人生に私がいるんだな。うーん、ほんとほんと、これはそんなことを考えるの優しいね。私がクリコを褒めるときは大きい声でしたけど、悪口するときは小さい声だから、私周りの家族だけじゃなくて親戚友達みんなが私イコールクリコっていう考えが全部あるし、僕ちっちゃクリコがこれぐらい私に大事な人になったねって思います。でも YouTube を逆にやっててよかったなと思うのは、やっぱりなんか何かあっても家族がそこで安全確認ができるし、でなんかみんなが私たちが一緒にいることを当たり前に見てくれるっていう環境になったから、最初は2人の中国だけだったけど、家族も一緒に見てるんだっていうのはすごく嬉しいよね。うんうん、いろいろ日韓夫婦さんとかのを見ててもだんだんね、そこがチングみたいになったりとか、うん、そういうのを見てるから、私たちもいい関係をこれからも作っていけたらなと。あ、근데私に진짜친구みたいな関係が너무いいんだって。うん、普通の日常で 95% が冗談じゃん。うん、多分ロメンティックね 0.01 か4か、あの時しかないね。あの時しかない。最初の時のドキドキと今のドキドキってもちろん違うじゃん。違うじ。うん、だけどそれが逆にチェンジしていくのが楽しい。うん、正直世界でずっとドキドキなするカップルは私考えてないと思いますんで、うん、それがドキドキじゃないから、あ、愛がないんでバイバイ해야지じゃない、こと新しいフォーム姿の愛が、うん、あると思います。いい意味でなんかグレードを上げていくじゃないけど、ちょっと他の姿で愛が、でもやっぱりちゃんとリスペクトは忘れないようにしたいね。忘れないように。제생일날저희그유튜브회사에서이걸보내셨는데
これが普通、これがブルー、何がいいかな、あとで編集するとき見ます。ブルーはかっこいいね。ブルーもいいんかってね。オレンジ、オレンジはちょっとトイレライトっぽいね。ツントゥンよみたい。私、まあこれが一番いいか、うん、確かに。지금까지 봐주셔서 감사합니다.